はい、じゃあ皆さん、はい、先ほどの実践でやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、回転ね。回転です。そうそうそう、ナイスナイス。今日一、今日一、今日一です。気持ちいい。楽しいです。よかったです。ナイショー。飛びますね。飛びます。すごい。ナイショー。力はそんなに入れてないです。そうです。はい、でもちゃんと自分の力は伝わってると思います、うん。はい、気持ちよく触れればもう、はい、当たって飛んでっちゃうって感じ。はい、そうそうそう、はい。ゴルフってそんなに力ガーってやる必要もなくて、はい、遠心力を利用すれば、はい、誰でも飛ばすことができるんですよ。はい、レッスンとウォーミングアップの効果をトラックマンで実際計測していきたいと思います。はい、ここで高谷です。高星野君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、とりあえずスイングのレントゲンだと思ってください。レントゲン、はい、レントゲン、はい、丸裸にされてしまいちゃうんですね。丸裸にされちゃうんですね、はい、見えちゃいますか、はい。何を練習していいか、どういうところを考えながら意識してスイングすればいいかと、分かりやすいと思いますので、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ実際やっていきましょう。はい、ナイショー。じゃあまずは感覚的に何が一番変わりました？でも当たった感触がそもそも違います。そうですよね、もう全然気持ちよくなったと思います。まあ見てる旗とやっぱり音が全然違いますよね、うん、先ほどと、なので当然こちらデータ見ていただいてもらうと、先ほどのですね平均距離が前120ヤードだったんですけど、今155も超えてますので、はい、30ヤード、はい、素晴らしい。嬉しい、はい、いい。ナイス。ナイショーショ、まあ、実はビフォア打ってた時ベストが88だったんです。はい、で今見てみるとこちらです。153、はい、そう。すごい。簡単になった上に飛ぶようになるんです。本当そうなんですよね。もう全然力入れてないし、うん、今まですっごい考えて打ってたんですけど一切してないです。いいと思います。ナイスショットです。うわー、消えてった。飛んでましたね、飛んでます。力入んなかったですよ、そんなに。本当ですか、はい、ヘッドスピードは決して逆に遅いぐらいだったんですよ、ビフォアの時が、はい。そしてその時のキャリーが、まあ、160、170ヤードぐらいです、ね。はい、そして今見ていただいてもらうと分かります。おー、おーすごい、はい、232ヤードこの感じで触れて、はい、振っていただければ、はい、これからも全然伸びていくと思います、はい。これからどん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 飛ばしていただいて、はい、分かりました。ゴルフエンジョイしましょう。はい、はい。分かりやすいです。3人ともに30ヤード以上の伸び、これでスコア100を切ることに一歩近づきました。